円のぞみとは、新末民発の政治家、教育者。北京政府で、教育総長を務め、また義務教育確立の運動に尽力した。号は観覧。祖籍は、チャンスー商法残権。上海流門書院を卒業後、1896年秋に、日の江猿家巨人となる。翌年、江南製造局に招聘され、広報玄関教授となった。1903年、 宝山県において、県学堂、盲学堂を創設した。翌年秋には、日本へ、教育事業の視察にも赴いている。この後、福炭工学の創設事業に参加するなど、各地で教育振興事業に携わった。このほか、直霊批下学士、風蔵省の招平に応じて、天津で教育事務につき、また、長奏文らと共に、地理学会を創設した。 新害革命が勃発すると、故郷に帰っている。中華民国が成立した後の1912年5月、園のぞみ党は、北京政府の教育部普通教育士長などの職に、就いた。1915年10月、教育部次長に昇進する。1919年5月、教育総長、空蔵省の辞任を受けて、1ヶ月のみ、代理総長を務めた。翌月、 教育次長を辞職する。それから間もなく、園は、大尾教育さん官団を組織して、視察の外遊に赴いた。1921年に帰国すると、園のぞみ等は、チャンス省教育会会長に選任された。また、義務教育規制会の組織につき、発起人となった。このほか、合村市販学校設立を提唱し、義務教育基盤の整備、 確率のための運動に従事している。1930年8月29日、上海にて病没。去年65、ありがとうございます。